エリック・ストーン・ストリートはアメリカ合衆国の俳優、声優である。1971年、カンザス州カンザスシティに生まれる、ドイツ系の家庭だった。地元の高校を卒業後、カンザス州立大学へ進学。大学卒業後は、シカゴを拠点とする即興コメディ劇団セカンドシティで2年間の修行を積み、その後本格的な俳優活動を開始するために、 ロサンゼルスへ渡った。1999年にテレビドラマのシットコム、ダーマグレッグでプロデビューを果たし、その後も、マルコム・イン・ザ・ミドルや、ER 研究救命室などのテレビドラマへも出演。2001年から出演した CSI 科学捜査班へは2005年までの間に13エピソード出演を果たした。その後の活動の中で、特に、 コメディドラマ、モダンファミリーへの出演で知られており、同作品内ではコミカルな演技を披露。その演技力が高く評価され、2011年から3年連続でゴールデングローブ賞にノミネートされたほか、2011年から2014年までの間に4度の全米映画俳優組合賞アンサンブル賞と2度のプライムタイムエミー賞を獲得した。ありがとうございます。